それではただが、この表題の文献について紹介させていただきます。すいません。この論文は、EMNLP の2018と、同時開催されたワークショップの論文になります。メディカル系のワークショップですね。でこの論文は、実際の病院で収集された、放射線科のレポートから、要約を生成するというものになります。で既存の、非ニューラルおよびニューラルモデルよりもルージのスコアで、高いの質の要約を実現できたというふうにこの論文では示しています。またこのタスクに対する最初の取り組みとして筆者らは書いております。まず放射線科のレポートなんですが、検査と患者の情報を説明するバックグラウンドセクションと所見を記載するファインディングスのセクションとこれらの要約、主にファインディングスの要約をしているインプレッションのセクションで構成されています。でインプレッションのセクションは概要を医師に伝えるために用いられています。で挙げています。で、これらを踏まえて、この、論文では、自動予約をしようという形でシーケンス・シーケンスモデル、を用いて、ファインディングスから、インプレッション、予約された部分ですねを自動生成するというタスクと、モデルの提案をしています。で要約を正確に行うために検査のバックグラウンドの情報を適切に使用してあげようという、モデルを提案しています。でこの、バックグラウンドの情報を適切に使用してあげようということなんですが、これは、検査の目的だったり、関係する、あるためっていうふうにしています。でバックグラウンドを、別のアテンションエンコーダー、に、入れてあげて、別々で、扱いながら、文章要約の質を上げてあげようという、取り組みになります。でこちらが、モデルになります。でここから上は、通常の、ポインタージェネレーターのモデルと、同じになります。で今回のモデルではここの下の、バックグラウンドの、テキストをですね別で扱ってあげてで、予約をしてあげようというモデルになります。で、実際の、実験を行う上でのデータは2010年でスタンフォードコア NLP でトークン化してで扱っていきます。で、このレポートっていうのは、データとして使う前に、この3つの、条件を満たさないすいません場合適さない場合に、データから、除外をしています。で実際に使うデータセットなんですが、こちらの合計の、約8万7000分の、レポートを検査分のレポートを使っています。これを、70%、10%、20% と、それぞれの用途に分けてランダムに分割して使っています。でこれらの、レポートは、アーカイブされている検査が、アーカイブされているシステムの、上位 12V のレポートを使用しています。で、10件を超える、文書については、10件なりようにサブサンプリングをしています。で、これが、その、選定した 12V の、それぞれの数になります。左から、胸部腹部骨盤と脊椎とかですねで12分です。すいません 12V です。で、これらの実験を行う上で、ベースラインとしてこの3つのモデルを、でも実験していきます。で、上の2つは、非ニューラルの、エクストラクト型の、アプローチの、予約モデルになります。で、3つ目はポインタージェネレーターですね。で、このポインタージェネレーターだけ、ファインディングスのみで、所見のみで、実験を行うものと、バックグラウンドも、ファインディングスと一緒にして、その一つの、それをまとめたもので、予約を行うっていう2通りを行っています。で、評価は、ルージで行って、単語ベクトルは、一番下のように作っています。で、こちらは結果で、エクストラクティブベースラインモデル、2つの先ほど挙げた上2つよりも、下3つのニューラルモデルでは、スコアが高いとヒシェラは言っています。実際にスコアも高いです。で、この、ポインタージェネレーター、バックグラウンドを、入れているんですけど、ファインディングスと一緒に扱っているものと、提案モデルではそれぞれ別で扱っているというところで、差を見ると、別々で扱った方がルージのスコアは高いということを示しています。で、ここで、これは実レポートという実際に例文書でやっているっていうところで、さらに現実の問題っぽいなっていう検証を4つ行っています。で、1つが、生成したレポートは実際に使えるのかという有用性で、次に今回はスタンフォード病院の、テキストを使ったんですが、他の病院でのテキストでも、そのモデルが使えるのかっていうところと、学習データに特定の部位がない場合に、どういったものになるのかで、最後に、提案モデルで出力できていないことっていうのを、確認していっています。で、こちらが、有用性を確認するために行った実験で、テストセットからランダムに100文を取り出してきて、それを提案のモデルと、あと人が書いたものとっていうのを、答えが分からない状態で、放射線科の医師にその優劣をつけてもらうっていうものになります。で、ヒシェラはこちらにもあるんですけど、67% の分、100分のうちの67分で、少なくとも人以上の、質の、予約ができているということをこちらで、示しています。で、こちらが、サンプルテストの例とシステムの出力になります。で、こちらはすいません、少し小さいんですが、非ニューラル、先ほどの、上位2つですねのエクストラクティブアプローチのベースラインと比較して、ニューラルモデルでは、ファインディング所見の部分の、文章によって、制限されない質のいい予約ができているということをここで示しています。すいません、論文の方ですいません、気になる方は見てみてください。次に2つ目の、確認です。確認、検証です。トレーニングデータの、提供元とは異なる組織、そうですね、このままなんですけど、別の病院の、テキストでやるとどうなるかっていうところです。で、これは、レポートを書く医師っていうのは、異なる、施設でやっぱ異なる訓練を受けて、テンプレートを使っていても異なるテンプレートを使っているっていうところで、こういった検証をしています。で、この実験には、公に公開されているインディアナ大学の強ベックス線データを使って行っています。で、こちらは結果で、先ほどと比較するとベースライン比較対象は少ないんですけど、提案モデルでは、既存の表より、いい、ルージのスコアを得られています。で、3つ目に、そのトレーニングデータに、見たい体の部位がない場合についてどう対応できるかっていうところを見ていきます。で、今回は、作ったデータの中から特定の部位のデータを、テストデータとしてもう引いてしまって、残ったデータで、学習と、検証バリデーションを行っています。で、こちらが、結果のスコアになります。上位の、胸部と腹部ではやはりすみません、前の限ってない、すみません、一緒に表示してないので、あれなんですが、胸部と腹部では、スコアが、やっぱり下がってしまっている、学習データにない分下がってしまっている。でしかし、膝ですね、膝の部位に関しては、質を保てているとしています。これは他の関節等の、表記の影響もあるのかもしれません。で次に、このモデルで、できていない部分っていうのを、確認していきます。データから100サンプリングを、100個のサンプルされた例を用いて、エラーを分析していきます。で、この時にエラーと、するかしないかというものがこの4つの、条件になります。で臨床的な、重要な情報が含まれて要約で落ちてしまっている。で正確だったり、ファインディングスとバックグラウンドのない情報が含まれてしまっている。あと反復的だったり、冗長な表現になってしまっている。あとは文法的に間違っているという4つを、基準に、文章を見ていきます。でこちらが結果です。で63% の、文で、先ほどの4つの、エラーと認定されない、文章要約ができているという結果になります。でこちらが、要約できていなかったものの例なんですが、すみません小さいんですが、左から、情報の欠落と、こちらは反復した表現が現れてしまっているという部分と、文法的に誤っているというもの例が、示されています。で以上の4点を確認しまして、コンクルージョンでは、放射線科のレポートから、インプレッション要約を生成しました。バックグラウンド情報を用いる、バックグラウンド情報を別で用いた、カスタマイズされたニューラルモデルっていうのを提案しています。実際の病院の検査データからデータセットを集めて、実験を行って、提案モデルでは、ベースラインよりも、優れた、ルーズスコアだったり質のものを、生成できています。でまた、優位な臨床的妥当性、医師による、チェックですねだったり、組織間の移動の、可能性というかが可能な、要約っていうのができたと、この論文で示しています。以上で発表終わります。